こんにちは。森山幼稚園で自然遊びのことをやってます、森から来ましたけんけんです。今日はお家で自然遊びということで、これ知ってますか？これね、バンダナって言います、ね、一枚の布なんだけど、これいろんなことに使えて、それを知ってると、外で自然で遊んだ時とかキャンプとか行った時にとっても役に立つよ、ね、で今日は2つやってみたいと思うんですけども、1つ目はこの布でね、袋を作ってみたいと思います。どうやってやるかっていうと、ね、こうやって四角いのがあるけども、こことここ、それからこことここを結びます。やってみますよ。で、こことここを結び方は、ね、結べる結び方でいいです。簡単にギュッて結びます。それから反対のこことここ、ここも簡単にギュッと。そうするとじゃん、ゼロになりました、ね、手提げバッグ、ね、これで、ね、外行った時に面白いなって思ったものがあったら、どんどん入れちゃいましょう、ね、こんな感じで入れて持っていけるよ。はい、次は、バンダナでこんな帽子をやってみたいと思います。はい、じゃあバンダナをまたね、出して、まず、三角に折ります。からで、この時にきっちり合わせなくて少しずらします、ね、ここがね、こういう風になってると頭にねぴったりフィットします。で、これを頭にパッて、これ一回取るね。こんな感じで、そして後ろでギュッとまとめて後ろで結びます。はい、ということで、今日は、お家で自然遊び、ね、バンダナで遊ぼうということでやっていました、ね、バンダナね、一枚の布なんだけど折ったり結んだり、ね、そういうことができるといろんなものに、ね、変わってとっても便利です。みんなもやってみてね。じゃあねー。